命。読売ランド。はい。はい。ということで、今日このなんかタイトルがつくんじゃないですか。読売ランドだけで。場所確認ですよ。あ、なるほど。はい、まあ、この読売ランドで何をやるかというと、はい、まあ、あの秋からですね、はい、ゲームウェーブに、はい、ある意味一押しの新コーナーができます。今回は特撮ヒーローの主人公となって次々と事件を解決していくゲーム、正義の味方を題材にして企画された新コーナーの主役を決めるのだ。一つ残念なお知らせがあります、はい、この企画こんなに明るい感じで始まってるんですけども、どうですか、主役になれなかった方、はい、誰ですか、はい、首という形でそれがね、だからそれがね、分からないんだよ、こんな明るいんですよ、みんな企画のメインを決めたいだけですよね、この企画って。企画のメインを首ってまた別の話じゃないですか、だってあのね、企画のメインを決めるっていうよりもね、誰切るかみたいな話、そっちないですもん、だって明るく始めてるけどそっちですもん、メイン。あのね、僕言わせてもらいますよ、はい、お互いの事務所と話し合いまで持ちましたそのがリアルなんだよ、すごい。ちょっと反対したんですけど、例えば山が勝ち残った場合は、はい、柴田君も首です。それがね、わかんない、それがわかんないんだよな。ピンなんです。コンビでやってきてるんですよね、僕ら。僕はもう関係ない、山崎ですよね。山崎です、山崎です。山崎のなりですね。はい。でも勝てば、要はもう、そのめちゃめちゃいい、美味しいってことでしょ。そういうことですよ。逆に考えれば。そういうことです、はい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 。そこそこメインでこよ。そうですよね。勝てばめちゃくちゃ美味しい。夢が。ちょっと主役ですから。はい。さあ、それ山。はい。正義の味方に大切な要素は一体何？勇気と、はい。じゃあ足りない。勇気だけじゃダメ。何かに。そして力。その通り。今日はその項目をテストして一番正義の味方に向いてる人間が、はい、なんともうゲームウェブ一押しのタレントになるってことですよ。正義の味方もヤママンに決定してるんですけども、はい、ヤマはそれを知りません。知りませんね、あの子は。でいて今日はあのオーディションだということで、勇気と力を試されるという、はいはい、思っております、けども実際ね、正義の味方に大切なものは何かって言ったら、はい、もう一個あるんですよ。しかもそのもう一個が一番でかいんです。何ですかそれは。勇気と力と愛なんです。愛なんでございます。二人はもう全然決まってるの知らない、これ負けたら降ろされるっていう必死な状況、はいはいはい、よろしくお願いしますよ。わかりました、バッチリでございます。もう一生懸命やりますんで。さあ、一生懸命やります跳ねましょう、跳ねましょう、あのバカを。そう、今回は山崎に仲間に対する愛があるのかを試すドッキリ企画。その振りとして第一にバンジージャンプでいきなり森本の番組降板が決定。森本もバンジーを飛べるから首はないと聞いていた伊集院が大激怒。現場の雰囲気を最悪な状態にする。よし、バンジー星人を倒すぞ。倒さなくていいから。バンジー星人大森本もテンション下げんなよ。バンジーなんかパンパンパンって飛んで2回戦ですよ、こんなもんな。黄色い棒つかみながらやるんですか。な、何持ってんのそれ。これ黄色いの、これあの勇気バーです。勇気バー、勇気バー。ほら、もう全然ダメでしょ。あれを掴んで何勇気バーって。 あれを要するに抱きながら落ちる。じゃあ、あれもし離しちゃったらダメなんだ。落ちちゃうってことですか。お前本当に落ち込みすぎ元気にやれよじゃあ柴田くん、はい、お願いします。じゃあカウントをお願いしたいんですけど。おい、3、2、1、バンジーで。はい、行くよ。あいつなんだろう、もう3。あーないよね、怖くないよね、怖くないんだよ、怖くないんだよあいつさ、本当のバカだな。あいつもねさ、フェイントかけるときってさ、テレビの常識としてさ、カメラさんにだけは相談しとくよね。マジのフェイントかけちゃったもんだから、カメラさんもあいつ飛んでる瞬間映ってないですよねあいつも興奮しちゃってますよ、多分。本当のバカだな。びっくりしたでしょ、タイミング早かったから。リリシー？リリシーですよ、全然。おい、ちょっと、これ大丈夫？全然大丈夫。あ、来てたんだと思いましたもん、だって上から見て。あの、たださ、カメラさんすげえ怒ってるよ。え、何ですか？何ですかね。普通フェイントかけるときってさ、カメラさんすみません、僕フェイントかけますんでってちっちゃい声で言っとくよね。あ、はいはい。だって飛んだ瞬間の絵ねえもん。あれ？カメラさんの目見てみ、目見て話してみ。あ、見れないですね。今日はあの人の目見れないな、僕。はい、柴田君がですね、はい、リリシク飛んだもの、なんだよ、と帰ってかっこ悪いよ、寂しいよ。お茶ないですか。お茶、お茶うるせえなあっても届かねえよ、そんなとこまで行かねえよ。風があるんですけど。あるだろうよ。どうしましょう。いやいや、そうなんだよ、なんだよ。あとリアルにお前に勝ちに来てるな。来てますよ、今な、ほんとな、はい、やる気満々だもん。カメラ回ってないけどキャラ入れてるもん、ずっと。なんか僕はとか言いながら行った秒読み、はい、行くよ。
ちょっと待ってくださいね。わ、わ、三、これ大丈夫ですね。二、一、やばい。無言だよ、あいつ。ヤママ無言。ポーズはそれ。ヤママ無言だよ、あれ。ヤママ何も喋ってねえよ。ヤママだって悪を倒しに来たんでしょ。ヤママこれ、単に捨てられたマネキンみたいになって。動かなくなっちゃった。ヤママ全く、ビビしくねえよ、ヤママ。ヤママ前回から動かない仕事多いな。バンジーを終え、勇気を手にして戻ってきた山崎の第一声は、ヤママ参上。大丈夫、お前たちなんだ、さっきからお茶もらえませんか。有本テンション上げて、もう行っちゃおう、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 もう行くしかないよ。モリーマンね、ね、モンマリマン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 でいいよ。いいよ、頑張ってよ、頑張れよ、モンマリマン行こうよ。不安げな表情の森本、しかし実際は本当恐らく絶対やってみないんですよね、バンジージャンプ。でも今日は山ちゃんを騙すためにさあ川飛びましょう。一方伊集院とスタッフも演技を開始。森本がマジビビリなのがちょっとびっくりした。マジビビリとかしてる場合じゃねえっつった方がいいよ、マジで。俺今回本当に鉄板でやるよ。なんかあれとかないよね、2回戦で何点だから逆転とかないよね。飛ばなきゃダメなんだよね。言ってこいよ、引いてる場合じゃねえみたいな、ちゃんと引っ張ってよ。ラストは森本のチャレンジです。はい、森本、確率で言うと死ぬからね。森本ちゃんは怖くないから、みんな成功してっから怖くないから、行くぞ。3、2、1、バンジー。今はできない。あー止まっちゃった。あれなんだよ、高い。あんななんかダダこれ正義なんてないでしょ、その助けるの怖いみたいな。アシスタントやんだろ。3、2、1、バンジー。できない、ごめんなさい、できない、怖い、怖い。どうすんだ。言ってんでしょ。飛ぶって言ったんだろ。いや、森本ちゃん、気合い気合い気合い、マジで。森本、失格でいいの？というわけで、森本は1回戦で失格でございますと。これで予定通り現場の雰囲気が最悪に。何やったの？ちょっと待って。ちょっと話してこいよ。無理。この番組はエンターブレイン、任天堂とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ついに見えてきた XBOX 最新タイトルを一挙紹介、その魅力を大特集。さらにルイージマンションも特別攻略、限定商品販売中。エンタブレイン、想像力使ってますか。 3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト、 RPG スクール5、 プレイステーション2で登場。ファミ2、ついに見えてきた XBOX 最新タイトルを一挙紹介、その魅力を大特集。さらにルイージマンションも特別攻略、限定商品販売中。エンタブレイン、想像力使ってますか。 3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト、 RPG スクール5、 プレイステーション2で登場。ゲーム業界最新のトピックス、ファミ通ニュースエキスプレス。今週のトピックスはこの4つ。まずは本格派サムライアクションが登場。明治の初めを舞台にしたアクションゲーム、サムライ。誰の味方をするか、どんな生き様を貫くかによってストーリーが変化。刀や風車、手裏剣などの様々な武器が登場。時代劇のような派手な戦闘を楽しもう。続いてグランディアの最新作を紹介。
人気 RPG の最新作グランディアエクストリーム。あのエニックスとゲームアーツがタッグを組んで世に送り出すこのソフト、緻密に描かれたダンジョンや新しい戦闘の形、アルティメットアクションバトルシステムに大注目なのだ。お次は新たな伝説が始まる。 PS2 用ソフトレガイアデュエルサーガ。好評だったタクティカルアーツシステムがさらなる進化。戦闘シーンおよびムービーシーンがフルボイスのフルタイムドラマティック RPG なのだ。最後は今週発売のおすすめソフト。今週は1秒たりとも気が抜けないソフトが多数登場。まずは人気アクションゲームの最新作峠3。走り屋たちに人気の車が実名で登場。高低差や連続カーブなど個性的なコースが味わえるのだ。続いて音楽アクションゲームブラボーミュージック。主人公のタクトを操り、音楽のテンポ強弱に合わせてオーケストラを指揮、収録されている34もの名曲を演奏していこう。フォーミュラー1-2001は今年度の最新データを収録した F1 レーシングゲーム。コースの特徴に合わせてマシンをセッティング、チャンピオンを目指し17つあるサーキットを駆け抜けよう。お次はエルドラドゲート第7巻がドリキャスに登場。12人の主人公が活躍するシリーズ完結編。前作までに手に入れたアイテムを持っていくと発生する特別イベントなども収録されているのだ。逆転裁判は弁護士となり物語を進めていくアドベンチャーゲーム。探偵パートで事件の情報や証拠集め、法廷パートで証言の矛盾を指摘、真相を突き止め依頼人の無実を晴らしていこう。最後は人気漫画音速バスター弾丸弾を題材にしたシミュレーションゲーム。レースに応じてマシンやパーツを購入、上手にカスタマイズしていき大会優勝を目指していこう。ルイージマンションの俺の感想、はい、このゲームは、ええ、ファミリーバイオ。あの要するにバイオハザードと設定は基本的に一緒じゃないですか。だからバイオハザードはゾンビを、はい、ゾンビをなんかこう撃ったりとかナイフとかで殺したりするじゃないですか。でもゾンビの代わりにあの、お化けのなんかテレサみたいなお化け出てきて、はいはいはい、それを掃除機で吸うっていうこと、はいはいはい、であれはねこうファミリーバイオが、ね、確かにね最後はねおそらくね、あのあれだよな、ルイージのこう、なんていうのストレスが作った人格がマリオを監禁してると思うんですよ俺は。そんなゲームじゃないと思う。この野郎いつもいつも兄貴気取りしやがってなんていうルイージが多分マリオを閉じ込めてると思いますよ。あ、はいはい、なんですか向こうでの打ち合わせなんですか。いやいやなんか伊集院の話は編集できるからいきなり本番にみたいな話だじゃないですか。僕だってそのことでそっちの喋ったことを切るようにすることできるんですから。いや、わかりました、わかりました。そういうの持ってるんですよ、腕は持ってるんですよ。およく存じております。持ってますよ。よく存じております。じゃあちょっと話し始めてください。はいはいはい、お願いします。いや、ね、これでもう全然、これで全然亡き者にすることはできるんですよ。簡単なことなんですからね。ごめんなさい。仲良くやりましょう。お願いしますよ。ゲームキューブの話、今日は。はい、ゲームキューブの話。はい。はい、数値的にちょっと調べてみたんですけども、はい、3日目でね、だいたい13万。お売れてるんですよね。13万。これは早いと見るんですか遅いと見るんですか。割とまあどちらかと静かな方じゃないですかね。何かが足りないですよラインナップに。例えばバイオハザードやってる層とか。そう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 、あのこれで発表になりましたけど、バイオハザードが今回キューブに独占供給ということでね発表になったんですけど、もうゲームキューブでしかバイオハザード出さない。え、バイオハザードシリーズを。そうです、おそらく春まで出てくると思いますけども、バイオハザードの一番最初のやつをリメイクしたもの、リメイクというよりもねマップとかモンスターレチカーというか新しいゲームになってるんですけども、あれがまず出るんですけども、その後続々とゼロ、新作のゼロが出て、2、3、それからコードベロニカが出て4っていう形で出るんですけども、もうキューブでしか出さないっていうふうに決めてるみたいなんですよ。なんで PS2 とか、あと XBOX でもいいわけじゃないですか、アメリカのファン多いわけで、じゃないんでゲームキューブなんですか。いやね、これもう嘘みたいな本当の話なんですけども、本当にこれ三上氏にクリエイターが言ったんですけども、俺たちはゲーム屋だって。
それで自分たちの部下が20人いてね、その20人の部下に PS2 持ってるやつって聞いたら、うん、ほぼ全員が手を挙げたんですって。おいおいおい、でお前らゲームソフト何本持ってるって聞いたら、まあ3本か4本で、 DVD 何本持ってるってみんな10本以上持ってたんですって。それ見た瞬間にあかんって思ったらしいですね。カプコンなんてほとんどマルチプラットフォーム戦略って言って、はい、全てのソフトをっていうふうに言ってる会社じゃないですか。会社としてそっちに行けって言ってるのに、そのバイオのチームだけは俺たちはもう作んないって言って。へー、あ、なんか頼もしい話ですね。そうみたいですよ。バイオが持ち上げるそのハードの台数ってかなりあるわけじゃないですか。はい、そうするとよその会社はかなり来ますよね。来ますよ、びっくりするとか来ますよ。びっくりするとか、うん、口が裂けても言えないけどあれじゃないですか、マザー3。外しちゃったマザー3はないんですか。マザー3は本当にね、いじるとね、俺も出したいんだよ、俺が一番辛いんだよっていう人がいますから、やめてあげてください。ほぼ日ですね。スマッシュブラザーズにアイスクライマーのキャラ出たじゃないですか。ありましたね。ということはアイスクライマーが出るんじゃないかみたいな、ちょっと簡単すぎ考え方。あ、そういうのは出るんじゃないですか、本当に。あ、普通にそんな別にびっくりしないけど出るよっていう感じ、ね、ゲームキューブの動向から目が離せないなっていう感じ。そうですね、しております。はい、サイレンス、ソリトゥード、Ruins, Darkness and Light. 3D Real-Time RPG, Kingsfield 4. From Software. 僕たちピクミン、あなただけについてゆく。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。いろんな命が生きているこの星で。今日も運ぶ、戦う、増える、そして食べられる。任天堂ゲームキューブ、ピクミン。ゲームキューブ。正義の味方の条件、力編でございます。よーよー。第二条件の力は、日本で唯一オートビレーが設置してあるストーンマジックのロッククライミング対決で判定。最後のドッキリに向け、この勝負でも柴田がわざと負ける。お二人の対決になりましたからね。ごめんなさい、ごめんなさい。テンション上げろよ。思わなかったのお前なんだから。ごめんなさい、すいません。すいません。いえいえいえ。テンションを上げて、だって変なし、最後の回になるわけだから。ねえ、そういうことだよね。もう最後になるわけだよね。もう明るく終わることになるわけだから。ね、やりづらいでしょ。どうなん俺はいいよ、やりづらいでしょ。エラクローっていうのは違うでしょ。引きずってる。オッケー、ごめんごめん、あげます。すみません、申し訳ない申し訳ない、すみません。ゲーム、正義の味方の条件、力編でございます。イエーイ、よし。とりあえず上にいる敵のお尻を先に叩けば勝ちというルールにした。お笑いもういりません、変な話、はい、こっからお笑いいりません。オッケーです。もう完全にガチンコで、はい、言ってください。ゲーム。さて、相方といえども今日は敵シビアな戦いですからね。はい、準備はいいんですか。もちろんです。オッケー、行きましょう。出動の掛け声で登り始めてください。はい、行きます。正義の味方、出動だ。よし、よし。お、意外に山早い。落とせ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 。攻撃攻撃攻撃痛い痛い痛い攻撃痛い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 攻撃。山早い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 、すげえ山早い。痛い痛い痛い。ヤマーマンの勝ち。よっしゃー、ヤマーマンの勝ち。危ない危ない危ない、ヤマーマン着陸。勇気力両方ともクリアしました。よっしゃー。これからこの番組の目玉企画は正義の味方、はい、ヤマーマンに決定しました。オッケー、これ本当ですよね。マジでマジですよね。マジですよね。オッケー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 。まあまあまあ、みんな仕切り直して最終的にはエンディング、はい、ね、ある意味残念ながら森本と柴田のお別れ会にもなりますからね、マジで俺がマジでお別れなんすか。別れだよ。やだやだやだ。俺、お前らほんまふざけるな。じゃあこれはエンディングです。
はい、OK。よしよしよし。さて、いよいよ本日のメイン、山崎に愛があるのかを試すことに。伊集院とディレクターが揉める最悪な状況の中、クビが決まった森本が主役を代わってほしいと山崎に頼み込む。果たして山崎は自分を犠牲にして森本を助けることができるのか。いいな。渡辺くんいる。はい。来週また森本が出ます。おかしいだろ。どうやったって。いや、森本飛ぶと思ったんで。思うのは勝手だよ。そんなの思うのは勝手だけど。まーちゃん。こんなこと急に言うの変なんですけど。さやかに譲ってください。ガチンコつったもんがあるな。なあ、しょうがねえよなもんな。あそこにヒマラヤの地図があってあるんですけど、興味ないと思うんですよ。なんか、はい。失礼します。行きましたんで。はい。アビ2、ついに見えてきた XBOX 最新タイトルを一挙紹介。その魅力を大特集。さらにルイージマンションも特別攻略。限定商品販売中。ケンタブリー、想像力使ってますか？ 3D のオリジナルゲームが簡単に作れる RPG 作成ソフト、 RPG スクール5、 プレイステーション2で登場。新しいゲームの世界へ、任天堂ゲームキューブ。美しく激しい波の臨場感、全身に伝わる水面の躍動感、爽快感。任天堂ゲームキューブ、ウェブレスブルーストーム。ゲームキューブ。この番組はエンターブレイン、任天堂と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。というわけで、はい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 、もうガチンコよりもガチンコな、はい、勝負で、ガチンコチンのガチンコ、まあ、ある意味俺の予想から言うとかなり番狂わせもあったんですけれども、はいはい、来週からの正義の味方企画はですね、はい、なんと正義の味方ヤマーマンが、こうヤマーマン、テンション高い、どうもどうもどうも、いやいや見えてきました、これいろいろと見えてきました、はい、で見えてこないのが、あなたの先行き、いや先行きっていうか人生ごと、人生ごと見えませんよ僕の場合は。だって大事なセリフカムフライだった、今の人生ごと人生ごとって2回言ったもんね。山の感想聞かせて、山はどういう感想を持ってか。まあだからちょっと複雑な気持ちはありますよ、やっぱりね、気持ちはあるね。それはもうやっぱりガチンコで勝ちたい勝ちたいっていうのはありますけど、やっぱ仲間意識があったじゃないですか。はいはい、でもな、なんかやっぱどうなんすかね。おいおい揺れんなよ、もう俺はまた来週って言うよ。もうそんな言えばいい、終わりだよ、それでいいじゃん。はい、じゃあはい、もう行けって、もう俺メインで
でも今回諦めます俺。でまずいって、行けってメインで。でもやっぱ3人で、俺森本ちゃんともロスとか言ってるし、なんか俺やっぱり振るよ、ホールより振られた方がいいよ。いい、ヤマーマン合格です。負けたー、愛の力を持ってた。負けたもう勝てないわ。ヤマーマンもすげーわ。そうなんじゃん。もう手上げな。すいません、もうヤマーマンもう決まってまして、最初からコスチュームももう発注してあるんですよ。ただヤマーマンに愛の力があるかどうかが分からなかったんで、はい、ヤマーマンかっこいい。ヤマーマン、ヤマーマン、ヤマーマン、出た出た。もう何何、途中すげえダーティーなことが言ってましたよね。ヤマーマン、途中僕だって別に飛ぶの怖くないわけじゃないんですから。え、何ですかこれ。ちょっと待って待って待って、全然整理できないですけど。頭から頭から、あのね、もうね、何週も前にね、あのヤマーマンの企画が決まってた。出た、もうもう何あれ、あのピリピリ。何がすげえ仕事しにくかった。いや超えたらエンディングの無理からテンション見ました。知ってる、森本バンジー大好き。大好き、バンジー大好き。あの時はエンタにやったよ。やったことある、やったことある。やったよ。溺れる溺れる。何頭の上みたいな。いや勝ったーだって。やったことある俺。あの、ま、回ってない時の伊集院さんのマジテンションみたいなのも全部含めてでしょ、うん、森本一言も口聞かないね。それからあと、お前が飛ばなかったらいいじゃん、飛ばなきゃいいじゃんとかっていうのも役者だわ。いや使いたい、使いたい。山を持ちで、山を持ち。いや、これはメインだ。ああ、よかった。やっぱメインは山。いや、でもなんかよかった、これよかった。なんかもうめちゃくちゃ、めちゃくちゃになった。みんなでやるよ。山ちゃんのニートさんに感動した。俺がディレクター打ってんのおかしいもん、どう考えたら。そうだけど、なんかみんな仲いいのに、みんな仲いいも悪くなってるから。いや山ちゃん、俺今後やっていけんのかと思ってすげえ不安になってる。いや、なんか次週、いよいよ正義の味方、ヤマーマン登場。こんな時、正義の味方がいてくれたらな。超人間、ヤマーマン、じゃんけんぽん。さらに新コーナーも登場でパワーアップ。お楽しみに。今夜もファミ通より攻略本カルトセットセカンド公式完全ガイドとそのソフトをセットにして5名の方にプレゼントします。番組の最後は人気ゲームトップ10。僕は一人旅、一つ一つの遥か地平線へと果てることない憧れ。プレゼントの宛先はこちら。また来週。